こんにちは。よいしょ。レッスンしてました。うん、私は今からお昼ご飯を食べてました。さっきからもうお腹すきすぎて、レッスンの途中もうまだかなまだかなってずっとご飯のことばっか考えてました。ゆいゆいと同じようなの食べてる。そうですね、レッスン一緒だから、そう、お弁当も同じ感じです。なんか鶏肉の、何なんだろう、鶏肉ですね、なんか白いしょっぱい味、名前なんて言うんだろう、書いてない。うん、そう、すごいさっぱりしてる。うん、はーみさん、ピンクマ10個ありがとうございます。ピンクマ、うん、エイトの皆さんだいぶ復帰された感じですね。そう、結構みんな今日から復帰の、ハマとかももちゃんとか復帰してました。七瀬は明日なのかな、長くね。もう復帰してすぐレッスンってちょっとでもかわいそう、大変だよね。うん、ご飯も入ってる、丼みたいな感じですね。でもこのね、なんていうんだ、ボン、どんぶり、どんぶり東京っていうなんかお弁当屋さん、よくこのお弁当出るんですけど、これどんぶりの多分専門店なのかな、なんかどんぶりのお店です。行ったことない、本店とかは。東京駅？わかんない。どこにあるんだろうね。うん、見たことない。
どんぶり東京ってそのまんまの名前すぎるよね。確かに。まあ一応英語だけど、英語ですごいおしゃれに見えるみたいな。私の同僚が明日チーム B 公演見に行きます。うん、楽しんでください。頑張ります。公演昼ご飯買いに行ったら頭おかしくなるくらい暑かったね。今日は本当に暑い。日陰に入っててもなんか焼けてる感じがする。そう、でもレッスン上結構ね、やっぱ西と東に分かれてレッスンすることが結構多かったので、だんだんなんか寒くなってくるんですよ。踊っても鳥肌立ってた、正直なぎだからね、今給湯室がむしろあったかい今。お湯使い放題、給湯室だから。でもね、今この時期にお湯使えてもなって感じですね。本当はお弁当以外にもなんかたい焼き食べたくて、そうたい焼き買いに行こうかなって思ってたんですけど、そう思った時にはもう配信の15分前とかだったから、あーちょっと微妙だなと思ってちょっと諦めた。なんか甘いものが食べたいですね。糖分摂取。たい焼きの中身はカスタードがいいです。今もう圧倒的カスタード。うん、冷たい、それともあったかいの。でもたい焼きはあったかい方がいいかな。うん、では仕事に戻ります。またね、またね。うん、ね、焼きたてがいいですね。でもたまに混んでます、たい焼き屋さん。たまに並ぶ。一瞬今時間見ます。
32分になったら壇上読みます。勉強しようと思ったら1時間ぐらい机で寝ちゃってた。わかる。だから教科書とか 見てると眠くなるんですよね。あの現象は何なんですかね。でも休み時間になったら眠くなくなるみたいな、不思議。本当に眠れない時はね、授業を聞いたりとかすると眠くなると思います。あ、待って、45分までだったわ。違うね、42分にだわ。うん、先生の授業はラリフォー、ラリフォー効果ってなんだ。ラリフォー初めて聞いた。うん、ドラクエの魔法。あ、私ドラクエ詳しくないんだ。なるほど、ドラクエはもうスライムしかわからないな。眠くなるってこと。あ、そうなんだ。ラリフォーの呪文ってこと。うん、パルプンテ、パルプンテもなんかの魔法。なぎちゃん笑った顔がスライムみたいで可愛い。それ褒めてるの？褒めてないでしょ絶対。スライム？スライムみたい？パルプンテも眠らせる。一緒なんだ。同じような魔法があるんですね。うん。スライムは知ってるの。でも勇者ヨシヒコがすごい大好きで、だからね、そう知ってるんですよ、ちょびっとだけ。ドラクエに仏は出てきません。あ、そうなんですか。まああれはちょっとパロディーな感じですからね。あ、そうなの。仏は義彦限定のなんですね。うん。なぎちゃんはルーラーが使えると随分助かると思う。ルーラー？ルーラーってなんだ？ルーラーとは？移動の魔法。あ、移動の魔法使いたい。ルーラ、ルーラ使いたい。本当に移動する時が一番嫌ですね。外歩かなきゃいけないから。一度行った場所に行ける魔法。あ、でも行ったことない場所は行けないのか。まあでもね、それでもいいな。遅刻しそうなぐらいまで寝てられる。確かに北海道もすぐ帰れる。
待って、なきさ、テロップちょっと間違えてるわ。ちょっと一瞬テロップ直していい？寝起きで即現場はモチベ的にも無理よ。どうだろう。私は結構まあ大丈夫かも。もうなんかギリギリまで寝れたっていう謎の満足感を持ちながら、そう、あのレッスンに挑めるのはいいですね。でもまあテンションは激低だと思うけど起きたてだから、うん。寝起きでレッスン、まあハードなレッスンじゃなければ。お、ポンムさん今自宅かな。確かに自宅にも見えますね。自宅のキッチンで配信してる子みたい。朝からハイテンション怖いわね、朝からハイテンションってすごいよね。そういう人すごい。位置的にコンロに顎乗っけてることになる。確かに確かに、それも火傷する。 IH ならワンチャンできるけど、なんか IH ヒーターとそのガスコンロはどっちがいいんですかね。まあでも IH の方がいいか。私家建てるならキッチンは IH がいいです。料理するなら断然ガス。IH、 確かに停電したら IH 使えない。そっか、料理が美味しくなるのはガスコンロって聞く。確かに、確かにね。そう、ガス使ってホットプレートでホットケーキ焼くよりもフライパンでホットケーキ焼く方がなんか美味しく感じるんですよ。その方がなんかふっくら仕上がるみたいな感じかな。火力ね、火力って大事だね。そう、私東京に来てから、なんか家、実家でいる時はなんかホットプレートでいつもホットケーキ焼いてたんですよ。みんなで食べるから。でもホットケーキを東京で食べるってなると一人なんですよ。そう、だからそんなホットプレートも持ってないし、まあ、フライパンでいいかってなるんですけど、なんか全然美味しさが違って、味は一緒なはずなのになんか美味しいみたいな。
そう、なんか香ばしくなるのかな、なんでだろう、すごい美味しいんですよ。まあ、最近食べれてないんですけど、ホットケーキ。焼き丸がおすすめです。あの煙出ないやつ、家の中でも焼肉できちゃうみたいなやつですか。フライパンにはいろいろな味が染み込んでるからね。洗えてないってこと？40分だ。でも確かにね、フライパンってちょっと時間を置くと本当に汚れが落ちにくくなっちゃう。クマ型のフライパン持ってるよ。かわいい。いいな。お、じゃあちょっと42分なんでね、ランキング読みたいと思います。13位はまゆゆ神推しさん、ありがとうございます。12位は進むもっちだんさん、ありがとうございます。そして11位はまさきさん、ありがとうございます。10位は札幌のウッシーさん、ありがとうございます。9位はポムポムオセロさん、ありがとうございます。8位は B さん、ありがとうございます。7位はサチエモンさん、ありがとうございます。6位は山梨ッシーさん、ありがとうございます。5位はメロメロンさん、ありがとうございます。3位はトカチンさん、ありがとうございます。2位はカンタとマークカンカンさん、ありがとうございます。1位はハーミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次の枠が16時40分から17時までになりますね。またちょっと時間が空いて、はい、なのでぜひ見に来てください。まあ、夕方なので、来れない方も多分いるかもしれないですが、来れる方はぜひね、よろしくお願いします。はい、ね、あと1日、今日が終われば1日だから、頑張りましょう。ね、おーって。夕方ですね。私のレッスンも終盤になってる頃です。ね、クライマックス。ギリギリ3週間に合った。よかった。3週ありがとう。3週も大事だよね。ありがとうございます。じゃあもうそろかな。じゃあまた後でーねちょっとね、秒数が見えないからね、あと何分で1分経つとか分かんないな。バイバーイ。